どうも、レウンゲーム TV です。今回は視聴者さんの島や自分の島で偶然撮れたちょっとレアな瞬間の映像を集めてみました。まずは視聴者さんから提供していただいたちょっとレアな瞬間の映像。空を飛んでいる風船をよく見ると、まさかの左右2方向から風船が、風船同士がぶつかるとどうなるのか。ガガガッとなり、風船の動きが一瞬だけ停止した。そして再び左右に流れていった。貴重な瞬間すぎる。続いては島で偶然撮れたこちらの映像。ブーケが帽子とレインコートを身につけて歩いていますが、ここでハッピーホームパラダイスでもらえるスクッターやルームスケッチなどのアプリを開いて、すぐに閉じると、なぜかブーケが傘とワンピースに一瞬で変わった。着替えが早技すぎる。また島の住民が立ち止まって考え事をする時がありますが、ここでも同じことをやってみると、瞬間移動した。この状態になった住民は立ち止まって動かないはずなのに、なぜか場所が変わった。と、島にいる時にハピパラのアプリを開くと、たまにこういう不思議な現象が起こるようです。続いては着替え中に起こったこちらの現象。服を選んでいると、いくつかの服が透明になるというレアなバグが。謎すぎる。続いては視聴者さんから提供いただいたこちらの映像。雪だるまを完成させると、と低い評価をされてしまいますが、直後にまた話しかけると、さっきと言ってることが違う。さっきはあんなにボロクソに言っていたのに、今は幸せとか言っており、情緒が不安定すぎる。この一瞬の間に何があったんだ。島にたまに流れ着くジョニーくん。このジョニーくんをとある日に見たところ、岩に頭をぶつけて死んでるみたいになっている。さらに別の日に見ると、すごいところに挟まってる。と、日によってはこのように癖の強い漂着の仕方をすることがあるようです。以上、偶然撮れたちょっとレアな映像集でした。